はいどうもルクスです。今回はマリオカート8デラックスコース追加パスに Wii のカラカラ遺跡が来るか来ないかについて話していこうと思います。今回マリオカートツアーのリーク情報に触れるため、そのようなものを聞きたくない人は今すぐ動画を閉じてください。では行きましょう。はい、早速ですけど、今回の動画本当はねめちゃくちゃ喋りたいこと多かったです。でもそれだと余裕で10分を超えてしまいます。だからかなりコンパクトにまとめました。はい、すなわちそれはマリオカートツアーにバトルコースとして GC クッキーランド、 DS 夕闇ハウス、 GBA バトルコース1、これらが追加されればマリオカート8デラックスコース追加バスに Wii カラカラ遺跡が来る可能性が格段に上がります。はい、なんだかすごい分ですね。まあこの裏にはいろいろな訳があって、ちょっとね説明するのがとても難しいんで、このような簡潔な言葉でまとめました。前述したようにこの結論に至ったのにはマリオカートツアーのリーク情報が大きく関わっております。いずれこのリーク情報についてもう少し深掘りしていきたいと考えているんで、それまではね各自で探してみてください。もちろんもうすでに知ってるという方はコメント欄にぜひあなたの意見を聞かせてください。では今回もご視聴ありがとうございました。ではさようなら。